どうも、ヌヌです。ドラゴンズクラウンプロ、続きをやりたいと思います。ちゃんとあれ倒せないときついんだね。ドラゴンはね。で、手に入れてないオーブは、オーブてか、タリスマンか、二つなんですけど、先にこっちの魔法使いのトイ行こう。かつて魔法使いたちが憧れ、英知の聖域とされた魔法使いの塔は、王国の衰退を望む反乱勢力に占拠され、今や邪悪の象徴として恐れられる。確か大盾で何かするっていうクエストがあった気がするけど、敵倒しちゃってるね。君たちは暗い部屋の片隅で鎖につながれた精霊を見つけた。闇の魔術師らは彼女のような精霊や妖精を魔法研究のため手当たり次第捕らえている。自由になった精霊はこの塔で行われている恐ろしい実験について話した。それはどうやら怪物同士を合成するという忌まわしい研究のようだ。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？新たな怪物を生み出すための実験室へと向かい研究を阻止する。塔の上層階にある研究室へは隠されたエレベーターから登れる。これかなんかだね。部屋は行き止まりで階段や通路は見当たらない。妖精のティキはルーンの刻まれた箱が気になるようだ。ちょっとさ、仲間邪魔なんだけど。魔法の絨毯を出現させる。
何？よし。どれどれ？楽勝。慌てた研究者は実験を放り出して逃げ出したようだ。制御を失ったビーカーの中身が暴走している。おお、出てきた。キマイラ、床板がきしんでいる。今にも床が抜けそうだ。ダメージ与えられるとこどこだ。どうやって反転したの？床板がきしんでいる。今にも床が抜けそうだ。しかもそれで燃やしてるじゃん。よし、倒せた。狭い部屋で身動きが取れず、キマイラは体躯を折り曲げたまま絶命した。この生物が次々と作られるようになれば、王国に大きな災いをもたらすだろう。いや、町に戻ります。君たちは白のタリスマンを手に入れた。これが S？取得しとこうか。イニシエのドラゴンを倒すためには残り一つのタリスマンが必要だ。あと残り一つになりましたね。53から84。だ、最大だ、最低ダメージが随分下がっちゃうけど、 STR プラス8の部分でどうなるんだろうって感じ。時間もいいとこなんで、今回ここまでにして次回最後のタリスマンを取りに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。